どうも、アリスキテラです。今回もセブンナイツ2をやっていきたいと思います。で、今回はセブンナイツの試練、ステージ8とステージ9の方に行ってみたいと思います。で、まあ、いろんな編成がありますね。うん。で、ステージ8の方。ステージ8までは、正直、戦力さえ上がってれば、もう本当にどんな編成でもクリアできそうな気がしますね。うん。なんで、装備とか、新勢力、宝石とか、しっかり強化していけば、まあ、今はクリアできない方でも、いずれはクリアできるような気がします。うん。とりあえず、編成はこんな感じで行ってみたいと思います。私、まあ、いろんな編成でクリアしたんですけど、うん。とりあえず、これが、うん、まあ、他の編成もいろいろ多分あると思うんですけど、シャイ入れたり、うん。まあ、ちょっと行ってみますね、とりあえず。まあ、どんな感じになってるのか。私今回の迷宮、白書一箇所も使わなかったですね、正直。うん。で、一応ターゲットするやつは、やっぱミンさんから倒していった方がいいと思います。ミンさんが究極ゲージを落としてくるんで、うん。もう火力が結構高いんで、多分どんな編成でもいけちゃう感じがあるんですよね。うん。なんでも、まだ戦力がそこまで上がってない方には、ちょっと参考になる編成が作れないんで、ちょっとあれなんですけど、うん。B さんがやっぱ硬いですね。うん。ガード率、ガード効率上げてくるんで、で、状態異常もほとんど多分効かないんですよね。状態異常免疫もすごい上がるんで。っていう感じですね、ステージ8の方。うん。で、あと他の編成もあるんですけど、私おそらくこんな感じの編成で行ったとは思うんですけど、ちょっと若干違う気がするんですけど、まあ、この編成でも、やっぱり、なんでしょう。ああ、多分あれかな。ミンさん使わずに、新しく追加された、クレミスを入れてたような気がするんですけど、まあ、こんな感じでもいけますね。うん、やっぱ、なんでしょう、エースさん、神話エースさんの出血が多分結構強いと思うんで、道中結構、エースさんの出血が、まあ、だいぶ強かった気がしますね。うん。出血入れて範囲ダメージ。うん。あ、ミンさんから倒しましょうか。うん。もうなんならエースさん一人で倒せちゃうんじゃないかぐらいの勢いでいきますね。うん。マスタリー変えてないかもしれないな。というわけで、まあ、こんな感じですね。うん。まあ、これはちょっと参考にならないと思うんですけど、ちょっとエースさんが私ギリギリレベル50到達したんで、50になると怒りの効果つけれる、プラス、まあ、オーブンも装備できるようになるっていうのがあるんで、まあ、結構、うん、ちょっとまだレベル、低い方は、うん、ただ出血のダメージ結構出ると思うんで、うん、神話エースさん使うのは全然ありな気がしますね。うん、いろんなところで道中で使えてきたんで、うん。
そしたらステージ9ですね。ステージ9の方も行ってみたいと思います。うん、でここなんですけど、気象の連ですね。気象の連の方が、支援型優先攻撃ということで、支援型をまあ狙ってくるということで、まあ、後ろの方狙われますね。なんで、まあ、ここも私ゴリ押しで行ったんですよね、エースさんで。うん、で、感電ですね。あと、感電があるんで、まあ、ほとんどこれ感電してくる。全員ですかね。全員感電してくるんで、感電免疫が必要になるということで、まあ、ノホさんを入れるか、ヘンリーさんですね。を入れるかですね。で、まあ、火力をやっぱり優先したいんで、ノホさんを編成してます。で、あとは状態上で、白書。うん。で、縦役にエース。みたいな感じで、いけばいいんじゃないかなと思います。私、この編成使ってないんですけど、うん。じゃあ、それでは、行ってみたいと思います。ちょっとクリアできるかは分かんないですね。私も神話エースとかでゴリ押ししちゃったんで、もう、どんな編成で行ったか覚えてないんですよね、全然。なんで、気象の連、下から2番目はやっぱり、うん、優先的に倒した方がいいんじゃないかなと思いますね。あとは範囲に巻き込まれないようにしておきたいかな。うん。ちょっと。これ、エースさん、指導の方がほんといいっすね。うん。やられる可能性あるんで。レンさん倒せるかな。うん。指導じゃないと無敵が回りきらない時あるんで。レンさんから行きましょうか、やっぱり。うん。ペット撃ちます。なんか、手が間に合わない感じだった、今。あ、これ、やばいんじゃないか。大丈夫か？エース。真ん中撃ててないな。大丈夫か？うん。うん、というわけでこんな感じで行きましたね。行きましたというか行けましたね私ちょっとどんな編成で行ったか覚えてないんですけども、神話エースでゴリ押しずっとしてきたんで、ステージ9まではもうはっきり覚えてないですね。うん、なかなかここをやっぱり再度やってみたんですけど、神話エース使わずに、うん、なかなか難しいですね何回かやられましたね。適当に編成組んだんですけど、うん、だからやっぱりある程度しっかり育成はされてないと結構きついかなと思いました。うん、そうですね、白鳥さんのスキルをやっぱ早く打ちたいから、もしかしたら民装備とかつけるといいのかもしれないですね。うん、というわけで、ステージ8と9、よかったら、参考にしてみてください。というわけで、今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。